今期の民放連続ドラマで最高視聴率を誇るドラマ 99.9 刑事専門弁護士で嵐の松本潤さん演じる弁護士深山裕人を支えるガラリーガルの明石達也を演じる片桐仁さんの演技が話題だ。深山の無茶ぶりに振り回され全身を投げ出すはしたねを見せたり、カレー型のスマホケースカレー PHONE6PLUS を持っていたりと、個性的なキャラを自然に演じる片桐さんの魅力とは。ドラマは有罪率 99.9% と言われる刑事事件で、個性的な弁護士たちが 0.1% の可能性にかけて諦めずに事実を追い求め、二転三転する逆転劇を繰り広げるというストーリーで、4月17日に放送された初回の平均視聴率は 15.5% に、4日の第2話では 19.1% と大幅アップした、親父ガブを連発するちょっぴり不思議ちゃんの深山をはじめ、香川照之さん演じる同僚弁護士の佐田敦史博士は、有能で傲慢だが年下の妻にはからっきし弱く、坂井倉奈々さんが演じる立花彩乃は優等生弁護士ながら大のプロレス好き、岸部和則さんが演じる事務所所長のまだらめ春彦はひょうひょうとしながらくせ者的な面も見せるといった個性的なキャラがコミカルに絡み合う。中でも片桐さん演じる明石は、深山の一番の理解者で、20年間勉強し続けているが弁護士になれない伝説の男というひときわ存在感のあるキャラだ。ドラマ公式サイトの掲示板やツイッターにおける名前の書き込み数は片桐さんが最も多く、その注目度の高さが伺える。視聴者からは明石が面白い、明石がドラマのスパイスになっているなどに加えて、深山とのコンビ最高や深山ともっと絡んでほしいとの声が多数寄せられているという。印象的な演技を見せる片桐さんだが、多摩美術大学時代に小林健太郎さんとコントユニットラーメンズを結成、ハイセンスなコントが高い評価を受け、もじゃもじゃ頭にメガネの風貌とエキセントリックな演技を見せる片桐さんは、舞台やドラマ映画でも活躍。得意の粘土細工でドラマにも登場するカレー PHONE6PLUS などユニーク作品を作り続け、個展を全国で開催するなど芸術的才能も発揮している。深山片桐さんと松本さんは15年前のスペシャルドラマ、金田一少年の事件簿 SP、魔術列車殺人事件で共演済み。佐野明美プロデューサーは、今回のドラマで深山と明石のコンビってすごく大事な部分で、松本さんの可愛らしくて天然な部分にちゃんとオチをつけれる人を探していた。で、片桐さんしかいないと思いキャスティングしたら、二人が本当に仲が良くて、と振り返ると、普段は片桐さんが完全に突っ込まれ役、ドラマの中でも深山がぐさぐさと突っ込んでいく場面があるのですが、オフでもそういった関係性が築けているなって感じています。と自信を見せる片桐さんは、今回の反響にも、現場で生まれたアドリブのシーンを違和感なく編集してくださった監督の木村さんのおかげだと思います。と至って謙虚。さらに、木村さんからも台本にないオーダーが現場できたりして、楽しくやらせてもらっています。と明かすと、深山という天才的変人と10年間コンビを組んできた相棒であるとともに、10歳年上でまだ弁護士ではないという微妙なポジションなんですが、自然体で楽しく演じたいと思っています。と語る、どかね、カレー PHONE、目を開けたままの熟睡など次々と印象的な動きを見せる明石が、ドラマをどうかき回していくのか、このバイブレイヤーから目が離せない。